花ちゃん。はい、ですも。なんだか不思議ですね。こんなにも見た目が違うのに、花ちゃんは花ちゃんだなんて。確かに不思議な感覚は。実はトラもそう思う時があるも。トラ君が作ったのにですか？その通りも。一気に成長しすぎも。じゃあモード名で呼べばいいと思いますも。それは妙案も。モード名って何ですか？花の小さい姿はジェットスパークモードというのが正式名称も。へえ、そうだったんですね。そして今の姿はジャスティスナイトモードですも。はあ、かっこいい名前ですね。この姿の時はジャスティスナイト花ちゃんと呼んでほしいですも。ジャスティスナイト花ちゃん、呼びづらくないでしょうか？ジャスティスナイト花。間違いなくまどろっこしいも。よく考えたら呼び分けるのが面倒すぎるも。そうですも。トラは秘密裏にさらなるモード追加を考えているも。そうなった時には3種類を呼び分ける必要が出てきてしまうも。ありえないくらいに億劫も。花、この一言で呼べるのが一番いいも。私も賛成です。私も花ちゃんって呼ぶのが一番だと思います。短くて分かりやすくていい名前ですし、それに姿が変わっても花ちゃんは花ちゃんですしね。もともと二人が言い出したことですも。花は花って呼び方で全然困ってないですも。それはそうも。元の鞘に収まるですね。それよりご主人、さらなるモードが追加されるんですも。よくぞ聞いてくれたも。その名もジャッジメントデイモードも。またかっこいい名前ですね。強そうですも。スペルビアの温泉に左足から入るか右足から入るか悩んでる時にふと思いついた名前も。由来は大したことないですも。それで花ちゃんはどんな風に変身するんですか？見ても。見て。名前を決めただけで内容はこれから考えるも。まだまだ先の話になりそうですも。そんなことないも。常日頃からアイデアを貯めていれば完成形はある時急にモモモーっと湧き上がってくるものも。発明家とはそういうものも。本当にそういうものですも。ひらめいたらトラの家に戻ってパワーアップしてあげるから信じて待つも。わかりましたも。あまり期待せずに待ちますも。全然信じてないも。姿が変わってもやっぱり花ちゃんは花ちゃんですね。父ちゃんどうしたも？ポンポンでも痛いのかも。ん？おお、トラかも。別に腹なんか下していないも。ご主人様はいつも会食、快眠、快便ですも。そうそう、すこぶる健康だも。そんな情報全く必要ないも。で、何をうなってたんだも。ん？まあ、それはだも。花の新たなモードについて思案していたんだも。もも、父ちゃんもトラと同じことを考えてたも。実はトラもそろそろ花のパワーアップをしようと思ってたも。何？トラもかも？さすがは我が息子、考えることは同じだも。で、父ちゃんが考えてたのはどんなモードだも？気になるも？仕方ないも。特別に見せてやるも。
これが花の最終モードだも。これはどうだも、あまりの凄さに言葉も出ないも。名付けてスーパーファイターモード。この花は大きさにして桜の10倍、アルス戦艦をも凌駕する戦乙女だも。何を考えてるも。こんなの花の図面を拡大コピーしただけじゃないかも。発想がバーンと同じレベルだも。なんだ、トラはでっかいのは嫌いなのかも。だったらこれならどうだも。なんだも、小さくてよく見えないも。これは極小サイズにまでコンパクトにした花だも。何が極小サイズだも、図面をただ縮小しただけじゃないかも。第一こんな小さかったら何の役にも立たないも。いやいや、このありほどのサイズならどんな場所にでも潜入可能。しかもパワーは従来通り。これぞまさにあん。父ちゃん、これ以上はいろいろとまずいからもうやめとくも。これでもダメかも。一体トラはどんなのが好みなんだも。知りたいも、知りたいも。仕方ない、教えてあげるも。トラが考えてるのは名付けてジェリーモード。ジェリーモード。そうだも、今度の花はさらに大人でアダルティーな女性を目指すも。これこそ男のロマンだも。JD が何の略かわからんけども、トラの並々ならぬ意気込みだけは伝わってくるも。分かってくれたかも、父ちゃん。ああ、理解できたも、我が息子よ。よし、すぐに設計に取り掛かるも。キック、準備を。わかりましたも、ご主人様。いいかも、花。トラと父ちゃんはこれからしばらく奥の部屋にこもるも。トラたちが出てくるまで誰も部屋に近づけちゃダメだも。わかりましたも、ご主人。トラのやつ、何を始める気なんだ。さあ、花ちゃんをパワーアップさせるって聞こえましたけど。大人でアダルティとか、なんや、頭痛が痛いみたいなことも言うとったな。あんた、人のこと言えないだろ。は？なんでや。うわ、こいつ気づいてね。パワーアップっちゅうことは花の改造でもするんかな。かもね。しかしあの様子じゃしばらくは出てきそうもないな。仕方ない、俺たちは宿に戻って一休みしよう。一食も取らず一睡もせずにぶつづけでやってますもん。ちょっと、物には限度ってもんがあるだろう。ほどほどにしとかないとぶっ倒れちまうよ。にぎゃ。お嬢様、できたもん。ついに完成したもん。完成したって。トラ、
一体何を完成させたんだ？モッフッフ、これを見るがいいも。おお、これが花の最終形態だも。お嬢様、お気を確かに。のりゃトラ、本当にいいのかも。そいつはちょっとアダルトすぎて、お子様には早すぎるかもしれないも。構わないも。トラは大人の階段を登る決心をしたんだも。そうか、そうまでしてお前はやるというも。父ちゃん、トラに二言はないも。ロマンに命をかけるのが大人の男だもん。よく言ったも、我が息子よ。いい加減に。何が出るかなと私の知識による。何が出るかなと。これよ。私の知識によると、何が出るかなと。私の知識によると、どれ？これや。内部圧力安定してますも。父ちゃん、もう少し電圧を上げるも。トラ、これ以上負荷をかけたら危険だも。この数値ではまだ足りないも。ギリギリのラインまで攻める必要があるも。わかったも。キック、メーターをしっかり見てるも。はい、ご主人様。よし、準備完了だもん。キフ、スイッチを入れるも。了解しましたも。さあ、花、目覚めの時だも。おいおいおい、明かり全部消えてもうたで。真っ暗で何も見えへんよ。まさか失敗しちゃったんですか？どうかな。花を最初に起動した時も一瞬真っ暗になったし。でもちょっと長くない？
無事大丈夫や。そのようなことより花は、抱っこされてまるで赤ちゃんだな、ドラ。